スイッフィンの戦い。スイッフィンの戦い。A. バトル・オブ・シフィンは、六百五十七年六月から七月、イスラーム歴三十七年一月から三十七年二月に、ユーフラテス・川上流域、シリア北部のスイッフィンで行われた第四大党、カリフ・アリー・イブン・アビー,ター・タリブと、シリア総督・ムアウィアの戦い。イスラーム史における、 656年から661年の山場。この戦いの結果、アリーの政権が分裂してハワーリジュ派が登場し、彼らによってアリーが殺害され、ムアーウィアがカリフとなって、ウマイヤ朝を建てる。656年、第三大政党カリフウスマーンガメディナで、反対派によって暗殺された。ウスマーン殺害者らは、預言者、ムハンマドの娘で人望厚いアリーを新たな。 カリフとして擁立した。しかし、ウスマーンのいとこであったシリア総督ムアーウィアは、アリーのカリフィ就任にことを唱え、ウスマーン殺害者の救命と処刑を求めた。アリーは、ウスマーン殺害に関与したわけではないとされるが、ウスマーン殺害者を処罰するための力を持たず、彼らと妥協せざるを得なかった。そのためムアーウィアは、アリー自身がウスマン暗殺害に直接関わったものと判断し、 ウスマーンの復讐とアリーの打倒を主張した。9月初め、ムアーウィアはアリーに使者を送って事実上の宣戦布告を行った。アリーはシリア遠征の準備を始めたが、その直後、かねてハンアリーの態度をとっていたサハーバのタハとズバイル、及び預言者、ムハンマドのカフアーイ社がメッカで挙兵し、第一次内乱が始まった。アリーは、 南イラクのバスラ郊外でのラクダの戦いで彼らを破り、そのままメディナへ戻らずにクーファに入場し、ここを新たな拠点とした。ラクダの戦いの終結後、アリーは、側近ジャリールイブンアブドゥッターをシリアへ派遣して、講和を呼びかけた。それに対し、ムアービーヤは、地匠として知られるアムルイブンアイコールアースを起用し、彼の策によって、 シリア全土に流言を流して、ハン・アリーの機運を煽り、講和を拒絶した。その後ムアーウィアは、中立派のアブー・ムスリムを死者に立てて、アリーに、ウスマー・アン・殺害者会社の引き渡しを要求するが、アリーはそれを拒否し、ムアーウィアを反乱者として激しく非難した。こうして、武力衝突が避けられないものとなった。五十七年五月、イスラーム歴十六年十二月、アリーは、 イラクとヒジャーズから招集した9万の軍を率いて、クーファを進発し、ティグリス川の西岸沿いに北上した。砂漠地帯を横断して、イラク北部の落下でユーフラテス川を渡り、シリア国境のスールルームで最初の交戦が行われ、イラク軍が勝利を収めた。一方、ムアーウィアは12万のシリア軍を率いて、スイフヒーンの荒のに陣を敷き、川沿いを封鎖して、水の供給を確保した上で、 イラク軍の到着を待ち構えていた。スイフフィーンは、アレッポ東方のユーフラケス川西岸に位置する。両軍の戦いは、水場の争奪から始まった。最初ムアーウィアは、副将アムルイブンアルイコールアースに一万の兵を、預けてユーフラケスが死を確保させており、戦場に到着したイラク軍は乾きに苦しんだ。そこでアリーはムアーウィアに使者を送って、同じムスリムとして、 水場を公平に使わせてくれるよう依頼したが、ムアーウィアは明確な返答を与えずに時間を稼ぎ、水場の軍を増強した。アリーはこの事態を憂慮し、副賞をマリクイブンアシュタルに命じて、カシの軍勢を攻撃させ、シリア軍を追い払って、水場を確保した。そこで今度はムアーウィアがアリーに、水場の使用を求めたが、アリーは側近たちの反対を押し切って、これを認めた。その結果、 両軍の兵士たちの間で、融和の雰囲気が生まれ、戦況は、こ着状態となった。この間にアリーとムアーウィアは互いに死者を交換し、相互に避難を繰り返したが、どちらも相手方に非を認めさせることはできなかった。アリーは最後に一対一の決闘で法をつけることを、提案したが、これはムアーウィアによって拒絶された。7月26日、イスラーム暦2月8日、 海戦の体制が整った。最初に、イラク側から古式通りに一騎打ちが呼びかけられたが、シリア側がこれを無視したため海戦のきっかけがつかめず、その日は、両軍退治のままで終わった。翌日になって、全面衝突が始まった。イラク軍ではアリーが中央で、自らメディナの騎兵部隊の指揮を取り、左翼には、副将、アシュタルト・ウマルイブンヤースイルが率いるクルファ軍。 右翼には、サフルイブンハニーフと、海水ブンサードが率いるバスラ軍が展開していた。一方、ムアーウィアは、護衛に囲まれて、天幕の中に待機し、アムルイブンアルイコールアースが、実戦の指揮を取った。まず、シリア軍のアムルイブンアルイコールアースが、重装機兵を率いて、イラク軍中央に突撃し、アリーの身近まで迫ったため、アリーは自ら剣を振るって、 敵兵を渡り合った。敗走しかけた兵士たちがこれを見て立ち直り、かろうじてシリア軍を撃退した。ついで、イラク側のマリクイブン・アシュタルがクーファとバスラの騎兵を率いてシリア軍に突撃し、ムワーウィアの50の防御陣のうち3列目にまで突入した。ここでかろうじてシリア軍がこれを撃退し、夜まで戦闘が続いた。 28日には、最大の激戦が展開され、アシュタルの率いる騎馬隊の攻撃によって、シリア軍は大損害を出した。ついで90歳という高齢でありながら、アリー軍に加わっていた著名なサハーバのアマールイブンイコールヤーセルとハーシムイブンウトバが、シリア軍に突入して、壮烈な戦死を遂げた。この事件によって、両軍の将兵は大いに動揺した。その後も、 激しい戦いが3日間にわたって続き、次第にシリア側が劣勢となっていった。7月30日、シリア軍のムアーウィアとアムルは、自軍の劣勢を挽回するため策を講じ、兵士の槍の穂先にコーランの紙片を掲げさせて和平を呼びかけた。これを見て、イラク軍は動揺し、一部の部隊が戦闘を放棄した。アリーはこの呼びかけを敵の策略であるとして、 戦闘継続を命じたが、この兵士たちは、アリーの本人を取り囲んで、戦闘中止を要した。しかしこの時点では、アシュタルに率いられた、大部分の部隊は依然戦いを続けていた。アリーは本人を取り囲む兵士たちが次第に、脅迫的な態度に転じるのを見て、脅威を覚え、前線で指揮を取るアシュタルを呼び寄せた。そこで、アシュタルと和平論者の間で、 激しい抗論が起き、イラク全軍は戦闘中止に追い込まれた。アリーは和平論者にいられて、金ダ族の族長アシュアスイブン回数をシリアに送って、彼らの行動の意味を尋ねさせたが、ムワーウィアと協議したアシュアスは、アリーの許可を得ることなく、独断で和平を受け入れてしまう。その結果、両軍の停戦が成立し、後日アリー側と、 ムアーウィア側の各代表者がクーファーとダマスクスの中間地点で協議して問題の正式な裁定を行うことが決定されたの和議。この問題についてアリー側はウスマーン殺害者の引き渡しをめぐるものと解釈したがムアーウィア側は誰がウンマの指導者としてふさわしいかという議論をも含むものと主張した。アリーがムアーウィアとの最終的な決着をつけないまま 兵を退く羽目に追い込まれたため、その権威と支配力は一気に弱体化した。また遠征に費やした戦費のため財政的困難にも陥った。さらに、アリーの妥協的な態度に失望した一派は、人間の競技によって、運馬の内戦を解決しようという考えに対して、最低は、神のに属すというスローガンを掲げて反発し、アリーの陣営を離脱した。彼らはハワーリ受派として、 第3の勢力をなし、アリーがムアーウィアとの対決に専念することを妨げ、ついにはアリーを暗殺するに至る。一方、ムアーウィアはこの戦いで敗北を免れたことによって、イスラーム世界の一方のオスとしての地位を確立し、さらに戦後のの和議によって、法的にもアリーと対等の立場に立つこととな。そのためスイフフィンの戦いは、イスラームの第1次内乱における。 天下分け目の決戦であり、アリーの没落とムアーウィアの対等を決定したものと見ることができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。